横浜 DeNA ベイスターズ、緊急事態発生。阪神対横浜の4回表。ここまで阪神を無失点で抑える先発東が打席へ。三塁線を抜けるヒットで見事出塁。大エース。すげえ。東の打席やばない。東2の2。おいこれ梶原と東の打席内容逆だろ。ナイス支援後やっぱ DH いらんわ。しかしその後、ベース上でうずくまる東。治療のため一旦ベンチ裏へ。え、肺肉離れ。東捨てったか。脇腹やっちゃったか。終わった。そういう負け方は想定してないんだけど。いやマジ勘弁してくれ。 DH 早く。歩けてるけどどうなんや。その後東はランナーとして復帰。4回裏は投げ切るも、次の回で交代が告げられる。東交代、やっぱりダメだったの。東ダメなのかよ。へえ、東やっぱやばいのか。さあ悪夢の始まりです。とことん運がないわねベイスターズ。東交代か。すまん、さっきの今日負けたら書き込みやめるわ撤回で。さっきの回は根性で投げたんか。うそん、むしろさっきの回よく押されたな。終戦と聞いて飛んできました。三浦大輔、大した怪我じゃなかったが大事を取って休ませた。肺来期絶望コース。手術死後報告。4回は行けたのに終わった後にやっぱ無理になった。マジで安明なのかよ。ラカヨンでファイナルに使うためだろ。だよな。石井切り式あたりがここでシーズンの疲れが出て大乱調になったりしないかな。